プファルツ・ジンメルンの文章プファルツ・ジンメルン家は、プファルツ系ビッテルスバッハ家の流れの一つ。30年戦争及びその前後の時代、ドイツのみならずチェコ、イギリス、オランダの歴史に重要な関わりを持った。1648年のジンメルン城、メイリアンによるハンガローマ王にも選ばれたプファルツ、選帝校ループレヒト3世が1410年に死去すると、 プファルツ系ビッテルスバッハ家は創生した長男を除く4人の息子それぞれの系統に分かれた。その一つがジンメルンに拠点を置いたループレヒトの4男シュテファンに始まるプファルツジンメルン系であった。シュテファンの現存フリードリヒ3世以降はこの系統がプファルツ選定校を継承した。フリードリヒ3世の創尊フリードリヒ5世はプロテスタント諸侯の名手として ハプスブルク家と対立し、同家に代わって、ボヘミア王位についたが、これが発端となって30年戦争が勃発した。フリードリヒ五世は、ボヘミア王位だけでなくプファルツの本領も奪われて、オランダ共和国へ亡命を余儀なくされたが、さらに選定行為も剥奪され、代わって、バイエルン系ヴィッテルスバッフ派家のマクシミリアン一世が、選定公となった。後に、ベストファーレン条約によって、 息子カール一世ルートビヒは、給料の多くを回復し、選定校くらいを新たに認められた。フリードリヒ五世の日エリザベス・スチュアートは、イングランド王ジェームズ一世の娘であったため、カール一世、ルートビヒの弟ループレヒトはイングランドへ渡ると、王家の一員として、 おきをなし、イングランド内戦では、国王軍を指揮し、王政復古期には、ハドソン湾会社の総督として、北米植民地の経営にも関わった。また、1701年を追い継承法によって、カール一世ルートビヒや、ループレヒトの末妹、ゾフィーの血を引く者のみに、多い継承権が認められ、ゾフィーの息子ジョージ一世に始まるハノーバー朝が成立した。 この家系の本流は1685年のカール2世の死で断絶し、選定行為は支流のプファルツノイブルク公フィリップ・ビルヘルムが継承した。しかし、フランス王類14世は、カール2世の妹エリーザベト・シャルロッテが王帝オルレアン公フィリップの妃であることを理由に弟の権利を主張し、プファルツ継承戦争が勃発した。なお、本流は断絶したものの、 その後、プファルツ抵抗くら位を継承したのはいずれも、ステファンの系統である。のみならず、カール・テオドールは、バイエルン系ビッテルスバッハ家の断絶に際して、バイエルン戦抵行為も合わせて継承し、その後継者となった、プファルツ・ビルケンフェルト家のマクシミリアンは、バイエルン王国を起こしている。スウェーデンのプファルツ王朝を起こした、プ、ジンメルン宮中博と訳される場合もある。 ありがとうございます。